まずはこちらご覧ください。厚生労働省がホームページでも公開しています新型コロナワクチン接種後の死亡例、その報告書なんですね。これ私読みましたけども、とにかく分厚いんです。これだけ多くの方が亡くなっているということなんです。では何人の方が亡くなったんでしょうか。こちら見てみましょう。1回以上ワクチンを接種した方、日本でもう7200万人を超えているんですね。そのうち新型コロナワクチン接種後に死亡した人は1093人です。ただ厚生労働省は新型コロナワクチン接種後に死亡した人たちですが、新型コロナワクチンを打ったから死亡したかどうか、その因果関係はわからないと言っているんですね。では我々にとって身近なインフルエンザワクチンと比較してみましょう。インフルエンザワクチン接種後に死亡した方は6人です。推定接種者が5600万人と7200万人ですから、ここに開きはありますけども、しかし亡くなった方、100倍以上の差があるんですね。実際にこの1093人のうちの1人を見た医師、この方観察医でもあるんですが、この方に話を聞きました。ワクチンというのは遺体に証拠を残さない。これ毒物であればですね、証拠が残るので毒物で死んだということがわかるらしいんですが、しかしながらワクチンは検査のしようがない。それは証拠が残っていないから。なので検視しても特定できないと語っておりました。では厚生労働省はどのように公表しているんでしょうか。こちらです。まず現場に駆けつけた医師、死体を見て、これはワクチンと死亡関連ありと報告した例がファイザーで59件、モデルナは0です。ファイザーで59件ありました。厚生労働省最終的な判断、こう下しています。評価不能、つまり関係性はわからないと言っているんですね。で、私厚生労働省に聞きました。なぜ評価が覆るのか、その理由を教えてください。厚生労働省こう言いました。医師のワクチンが原因という評価は主観的な場合が多いということなんですね。で、実際に59件の評価が下ったとしても、厚生労働省、全部で15人いるらしいんですが、医師や薬剤師などで構成されているそのグループで客観的に見ていくと、これは因果関係はわからないよねという、そういう評価になるということなんですね。そしてもう一つ、じゃあ死亡例は詳細に検証されているのかどうか教えてくださいと聞きました。当初は詳しく検証していたが、死亡例が増えた今ではできていないということです。これ最初の頃は死亡例がまだ少なかったので、一件一件個別に見ることができたそうですけども、最近かなり増えてきたということで、一つ一つを詳しく見ることは今なかなかできていないというのが現状のようです。ワクチンと血液の関係性を調べている名古屋大学の小島誠司名誉教授に私聞きました。ワクチンというのは血圧を上げる恐れがあるそうです。例えば160、170上がってきて脳動脈瘤が破裂するということも考えられるそうなんですね。なので小島教授言ってました。ワクチンを接種した後に自分の血圧がどのぐらいなのかというのをこまめに測る、これも一つ自衛策になるのではないかということなんですね。そして厚生労働省にはですね、これから我々が判断できるような材料を提供してほしいですし、何より一体どんな影響をワクチンが体に及ぼすのか、そこをしっかり解明してほしいと思います。